このシリーズでは、私が昔から考えていること、持論的なことを皆さんにお伝えしたいと思います。もちろん、何の根拠もありません。これってこういうことなのでは？ただただ、そう思ってしまったことをお話ししています。第2回は、資格についてです。あなたの好きなタイプはどんな人ですか？この質問を3人にした場合、3人とも同じタイプを好きだと答えるでしょうか。3人くらいなら同じこともあるかもしれませんね。では、3人ではなく10人、いや100人だったらどうですか？全員が同じタイプを好きだと答える確率は、限りなくゼロに近いと思いませんか？それはなぜでしょう。それは、人それぞれ好みが違うから。本当にそうなのでしょうか。皆さんの目に映るものは全て同じで、好みが違うから、100人全員の好みが揃うことはないということなのでしょうか。では、ここで考えてみてほしいことがあります。目に映るものが人それぞれ違うとしたらどうですか？ここに A さんと B さんがいます。2人の好みのタイプは太っている人です。同じ人物を見たとき、A さんには細く見え、B さんには太く見えているとしたら、同じ体型の人を見ても A さんは細く見えているのですから、タイプではないと答えます。しかし、B さんは太く見えているのですから、タイプだと答えます。よく、女性が言う可愛いと男性が言う可愛いが異なると感じることがあります。実は、あれも、可愛いという感性は男女ともに同じだけれど、見えているものが男女で異なっているとしたら、本当に感性の違いで好みが分かれているのでしょうか。目に映るものが違うから好みが違うように思ってしまっているのではないでしょうか。単に思い込みなのではないでしょうか。例えば色。A さんが見ている青と B さんが見ている青は同じなのでしょうか。 A さんが黄色だと思っているものが B さんにとっての青ということはないでしょうか。私たちは生まれて学習する上で様々なことを教えられ成長していきます。 A さんが黄色だと教えられたものを B さんに青色だと教えて育てられたら、 B さんはA さんにとっての黄色を見せられた時に青色だと答えるに違いありません。つまり、見えているものが異なっていても、それを青だと教えられれば、 A さんにとっても B さんにとってもそれは青となるのではないでしょうか。確かめる術もなく、全く根拠のない話ですが、私はこんな風に思っています。同じものを見ても人によって見え方は違う。と。いかがですか？あなたはどう思いましたか？今回はこれで終わりです。繰り返しますが、この話は全く根拠のない話です。最後まで話を聞いていただきありがとうございました。次回もお楽しみに。